オセとアメリカ、あ、まあ、そうですね、はい、で高野コルトですね、はい、でライブ配信を開始。うん、なかなか、うん、あと1回ぐらいあれば、うん、いけますか、ね、ここになんかいるあれなんですかね、メッセージを入れとけばいいですかね、さっきの。おっと危ない危ない。おお、あ、消さないと多分。Facebook ページで今じゃあ流れてるんだろうか。まだ流れてないと思います。これで、あ、そうかそうか。最後これで、はい、あ、これでここに、あれ、あれして、重いな。画面の解像度がもうきついですね。そういうことですかね。はい。そうか。やっぱ研究室にある 4K も、このマシンで結構耐えられないぐらいなので。なるほどなるほど。ちょっと試しにそれでもどこまで、うん、いいですね。さあどうかな。さあ今度はどうだ。た、お、始まったっぽい。始まったっぽいですね。始まった、始まりました、始まりました。ああ来ましたね。始まったんですが、これはどっかに出るんだろうか。出ると思います、ね、ちょっと音が出てるか。これで僕らは画面のハックパッドをメインにしとけばいいかな、うん、そうですね、ですね。あ、一応あれですね、メッセージはフォロワーには送られているなるほどっぽい感じですね、はい、あとこれ音が出てるから一応念のためいいですか、ちょっとハウリングしようかもしれないですけど、はい、あ、来てますね。あ、はい、オッケーです、大丈夫そうです、はい、ということで、ようやく2回目だけどまだ慣れないですね。慣れないですね。これでテレビを見るにはこっちで見ながら顔がこういう感じで、少しまああの研究室のレイアウトはおいおい修正していくとして、いや、ようやく6時50分待ちましたが6時スタートも気をつけたのに、あっという間に。じゃあ今日も短めに30分ぐらいですかね、はい、改めまして、ジョージオウエスト、今年初めて、初めてですね、やりますね。しかも、本格的にやるのは1年ぶりぐらいハックパッド見てちょっと衝撃を受けましたが前回ちゃんとやったのが2016年2月1日で、もう1月試験の日かなんかだったんですね。そうですね。で毎週瀬戸さんが、青学に非常勤で来ていただいてる、はい、あと、そのまま、すぐに返さず配信してたのが、今年度はなんかお互い忙しく、そうですね、こんなタイミングになってしまったと。で、配信の方法が YouTube から、Facebook ライブというちょっと慣れない配信方法に切り替えたので、今日も結局セッティングだけで30分くらいかかってしまったという状態ですね、はい、ですが、ちょっとこんな形で、最近の話題や日常ホッケーの話題をやっていきたいと思います。で、あれですよね、前回ちょっと Facebook ライブのテスト配信も兼ねて、はい、2016年気になったことを、ちょこちょこちょこっと、うんうんうん、あの井上さん交えてやったと話をしたというところなので、まあ、今年2017年に向けて今ハックパッドにも、はい、重要な取り組みトレンドはというところで、うん、まあ、その辺をちょっと2人で今年何がいけそうか、ありそうか、そうですね、最近の話題も含めて、うん、大きな話題としてはお正月明けあれですよね、順天町衛星が無事、ね、今年3期、あれ今年中にっていうニュースでしたよね。なんか2日ぐらい先生、あの、はい、お正月でこう気を油断していたらなんかあれ見たことがあるぞみたいなニュースがいきなり入ってきました、ね、衛星一応今年中という、はい、
2017年です ね打ち上げ3機なので、これで無事打ち上げると全部で4機体制になるというところもがまずこれです。あ、でも、これですね、開始される、これは18年、ニュース、本当に1月の2日3日ぐらいだったそうですよね、ような、正月に流れてましたね、はい、意外にでも1ヶ月以内のニュースで、これはネットニュースではなかったんでしたっけですかね。順天町衛星、順天町衛星だけで調べるといいかもしれないですね。そうですね、あ、これ1月、はい、そうですね、いや追加打ち上げ、これ1月3日に、はい、やっぱりそうですね、お正月あ、これですね、これですね、このニュースですね、はい、今年というわけですね。そうですね、はい、その年度というよりはおそらく今年中には打ち上げて、うんうん、2018年に一応目標、あの予定では、うんうん、運用ができるという体制になるというところを 順調にこう、日本初の、GPS 互換のある、測位システムがフル稼働するという状況ですね。最近でもあのね、あの GNSS の言い方に、はい、そうですね、した方がいいじゃん。ただもう GPS 自体が、まあ、そうですね、うん、GPS 自体は米軍の測位システムの名前なので、そういうところで言うと、GPS が普及しちゃってはいるけれども、うんうん、実際にはもう GNSS、GPS も、まあ、QGSS、うんうん、順天町衛星も、ロシアの、グロナスも、うんうん、欧州のガリレオも、中国の北斗も含めて全部でも全部今予定しているものを挙げると数百機体制になるんですね。うんうん、ですね。のでハイブリッド型のロガーとか、まあ、携帯電話で GPS に近いシグナルを受信できるものになってくると、うんうん、測位衛星としては GNSS 衛星としてうまくいけば100機、100チャンネルもし用意されていれば、うんうん、大体多分今です20チャンネル、20数チャンネルとかだと思うんですけども。一昔前はやっぱり GPS の30機体制がマックスでしたので、もともとチャンネル数ってそれほど多くは設定されていたのなかったと思うんですけども、多分これからはチャンネル100個ぐらい持っていろんな、あの測位 GNSS 衛星を測位しながら条件のいいものを選んでいくというような形になると、おそらく受け手側もどんどん技術変わっていかないとこう対応できないのかなというところありますね。やっぱりなんか今までこう三角測量の原理でもなんか3個っていうのは結構正確っていうふうにこうイメージされてきてましたけど、はい、やっぱり4つっていうのは4つ以上か、もちろんだから今後7機っていうのが、ね、そうですね、まあ、長期的な目標になりますけど、やっぱそれでどのぐらい変わるのかっていうのは見ものですよ ね、 そうですね。あとは GPS の補完信号としてもやっぱり重要ですけど、補強信号が出てくるとより一応計算上はと理想的には数センチ単位の精度が出てくるだろうと言われているので、うんうん、そこの部分の使い方が今年、まあ、ちゃんと打ち上がって来年からどんどんそれが運用されていく中で、うんうん、実際に仮に数センチの、まあ、いろんな条件があると思うんですけども、うんうん、数センチ単位、あの甘く見て10センチ、うんうん、20センチぐらいのサブメーターで1メートルよりも細かな精度をもう普通に GPS ローガーで使える時代が来たとすると、うんうん、例えばオープンスレッドマップのマッパーのアプローチの仕方ってまた変わるのかなと思いますね。うん、今はやっぱりその、まあ、場所によってそもそもまあ数メートルとはいえちょっとやっぱずれることも多いので、歩道を描くとかですね、はい、歩道とかまあ道路の付帯物と言われますけど、まあ、電柱であったりとかガードレールであったりそういう地物を描くっていうのはやっぱり相当こうスキルが必要だったわけですけど、 そのぐらいまでは少なくともできるようになるのかなと思う。なのでオープンスレッドマップの始まった頃って割とまずシングル測位の GPS ローガーでガーメンを買って、そうですね、そうそうそう、でもう 30m ずれてようがとりあえず俺は取るんだみたいなそうそうそう、まあ、そこの部分が、まあ、数で勝負してましたよね、はい、線のだんだん 10m とか、まあ、数 m 精度にどんどんなって良くなってきている中で、でもこうトレースする航空写真をトレースした方がやっぱり建物も描きやすいし、まあ、GPS の精度を考えるとあんまり綺麗に描けなかった地図が今はどちらかというと GPS ロガー派からトレース派に移ってきているっていうのがオープンストレートマップのマッパのトレンドではあるけれども、それがまた数十センチ単位での精度での GPS のロガーの使い方が出てくるとすると、
またちょっとこう原点回帰に近い動きっていうものが出てくるんじゃないかなというところでは、こういい意味でこうトレース派とこう GPS ロガー派が広がってくるか、広がってくるというかこう両方が競い合いながら、ある意味オプスマップがの地図のデータのこうハイブリッドな感覚がよく出てくるかなと思ってます。あでもそういう意味では僕第三極もあり得ると思って、ほうほう、そこはやっぱりマピラリーのように、なるほど、マピラリーのカメラから撮った写真と位置の正確に、なるほどなるほど、そういわゆるストリートビュー的な、そうですね、確かに作り方がトレースじゃないですもんね、うん、マピラリーの場合にはあれも今ね、その機械学習とかを使って自動検出をするっていうトレーニングを今マピラリーの開発者のブログとかを見てるとやってらっしゃると思うんですけど、はい、そうですね、そういうなんか自動でまあ、建物であったりとか、うん、その主要な地物については自動で入力ができるようになる。でちょっと間違ってるところを、まあ、ある意味では人力で直していくっていうやり方 も、はい、もう結構目前まで来ているんじゃないかなと思って、ね、確かに例えば今マッピラリで見ると、うん、こう日本のこれどこでしたっけ、沖縄、いや違います、です沼津だっけ、か、静岡のどこかだったと思うんですけども、マピラリご存じない方は、オープンセドマップのようなコミュニティ、ね、うん、まあ、コミュニティの中から生まれたと言ってもいいかもしれないですけど、うん、オープンなストリートビュー、 Google ストリートビューとは違ったアプローチでみんなでストリートビュー作ってみようというので、これ確か日本の、掛川だ、掛川社、はい、のこうなんて言うんでしょう、飲み屋街、うんうん、仮設に近いこの、そうですね、こういうところはやっぱ車で入れないので、でお店のマッピングをする場合には GPS をもちろん持ちつつも、この道路の中心線というか歩行者の道の中心線は GPS ロガーで追いつつも、こういった角角にこんな情報があって、建物があってこういうお店があって、うん、お店の名前は何でということがこうたどれていくという、うんうん、こういったところになると確かに第三脚としてのマピラリの存在感は大きいですね。なるほど。今年やっぱりマピラリ持ってきますかね。いや来ると思いますよ、やっぱり。そうですね、カメラも良くなってますから、ね、スマホだけでもいけるし、いや本当メニューまで見えますからね、こうやって、うん、すごいですねで、まあ、360度のパノラマもイコのシーター以外でも結構いろんなものが増えてきてるので、はい、でも全体見渡すと掛川結構頑張ってる、掛川城までやってますけど、やっぱ地域によって、おお掛川すごいな、結構増えましたね、増えましたね、うん、なかなか2016年の時にはとはいえやっぱりマッピラリ知ってる人って少ないっていう印象がありましたけど、まあちょっと例外的な福島、はい、相手をただ最近福島の周辺見てると、はい、最初は、まあ、会津若松のマッパーさん、はい、数人がたくさん始められたんですけど、はい、やっぱ郡山とかですね、福島県内に徐々に波及もしているので、でね、広がりという意味では面白いですね。結構増えましたね、こう見てみると。いや増えましたよね、日本全国だんだんじわじわとカバーされてきていて、僕も先週先々週は出張で倉敷と島根県の江津に行ってきたんですけど、はい、まあせっかくなので帰る日に短時間にどれだけ撮れるかというので、うん、先週の倉敷の時は、ガーミンなの、なんですけどバーブの XE を使って、はい、江津の時はちょっと時間がなかったので iPhone で撮ったんですけど、結構やっぱりまだ西になればなるほどなかなかデータがないところもあるので、うん、すごい狙い目だと思います、そういう意味はいやまだまだそうですね、でもちょっとした空き時間にパパッと写真撮って、そうですね、本当にフィールドワークで、あこれここは景色として記録しておきたいなと思ったらパッとスマホアプリで撮っておいて、もう余力があれば結構がっつりこうパノラマカメラ担いでいくっていうのも、あ今気づいたんですけど、おっなんと島がこれは三宅島じゃないですか、三宅島
一周誰か取ったんですよ。これは知りませんでした。ほぼ一周、ほぼ一周ちゃんと取ってますね。そうですね。さあ誰だ。しかもなんか画像が綺麗な、誰の仕業というのが分かってしまうのも。あかん、あなんかそういえば行くって言ってましたね。組長ですね。組長のマピラリデータの。いいですね。いい感じですね。しかも夏かな、うん。夏っぽい感じですね。夏っぽいですね。うん、言ってた言ってた。あ、8月の12日って書いてありますね。ログでは。いや、やっぱりいいですね。うん、多分これからのこうフィールドワークにマピラリは。うん、マッピラリーを使ってフィールドワークをすると、それがもうどんどんオープンストリートマップのこう基礎情報とつながっていくっていう輪がやっぱり生まれ始めているっていう感じですね。やっぱりアームチェアマッピングしてると、はい、ね、こう航空写真とか衛星画像って、はい、こう書きやすいのは間違いないんですけど、やっぱ限界があって、はい、あ現地にどうしても行きたいみたいな、ね、そうですね。でもちろん現地に行った方がいいのはね山々なんですけど、一方でもう急いで書かなきゃいけないとか、うん、ね、そのベースマップをたくさん整備したいっていう時には、はい、こういう付加的にしかもオープンデータ的に使えるデータが種類が増えてくると、いろいろなんか参照できていいですね。そうですね。いや、うん、マピラリ見てるだけであっという間に時間がかかっちゃいそうな。まあ、うん、今年まあマピラリは行くだろうと。そうですね。いうところで、しかも細かいところのマッピングを進むといいなと思います。運転庁で GPS もどんどん良くなっていくし、うん、ピラリも良くなっていくし、航空写真でいうと劇的に変わるところって、まあ、地理院はもう ID エディターから直接読むことができるようになってますし、そうですよね。デジタルグローブも引き続きマッ、マッボックスと連携しながらやっているというところで、まあ、僕らドローンバードもこうどんどんデータをドローンで取っていくっていうところを今年は本格的に始めていくと思います。あ、そう、そういう意味で言うと、はい、あれですね、ちょっとドローンバードの進捗を、ね、簡単に報告させていただくと、はい、おかげさまで合法的にきちんと活動できるような仕組みを作っていくっていうので、一ついろんな自治体との防災協定を結び始めています。で、こうもちろんドローンバードとして航空局に事前に申請を出して包括申請で1年間日本中飛ばし放題っていう許可を取ることも一方で進めてはいるんですけど、まだ取れてないで、じわじわとその包括申請の幅を広げていきつつも、やはりその自治体と防災協定を事前に結んでおくことによって、あの航空法の防災災害時の特例の扱いになってくるというところで、まあ、そのこう位置づけにしてもらう、何もしないとあくまで民間団体なので、その政府自治体からあいつら勝手にやってることってなってるのが、もうその防災協定を結んだ自治体にの中では僕らはちゃんと認められた存在になるというところで、今神奈川県の大和市と今年1月の5日にお正月明けに埼玉県の横瀬町と2つの自治体が防災協定を結べたという形で、今ちょっと他いろいろなところに広がっているという段階に来ています。なので特に埼玉県の横瀬町はいわゆる DID って呼ばれる人口集中地区の外側にあるので、はい、まあ、普段でも割と飛ばし放題な状態なんです。あとは、まあ、法律に触れずにそこに行けるんですね。あと地元の方の理解さえあればっていうので、地元の方の理解も防災協定で無事結べたので、あの自治体も応援してくれていて、あとはもう事故を起こさないようにきちんと、まあ、テストしていくというようなところになっていくので、いろんなデータの、まあ、試験的な運用の仕方が横瀬からどんどん生まれていくと、いうことと、あと逆にあの大和市は厚木基地の横なので、うん、一番厳しいところなんです。そうでしょうね。なので厚木の航空管制とも連絡取りながら、うん、一番厳しいところでもここまでは取れるんだよっていうようなことで、いろいろとこう経験を積んで、で、まあ、航空法を守りつつ、航空管制ともきちんとやり取りをしつつ、でこの前初めて大和市の出初め式、消防の出初め式のそのトップバッターをドローンバードが務めるという、まあ、トップバッターというかもう前座ですよね。一応消防のイベントなので、そのイベントが始まる直前に、はい、デモ飛行をやってきまして、まあ、そんな形で結構ドローンバードが認知されてきているので、あとはやっぱりちゃんと航空写真が使える形で迅速に出せるようなことをやっていきたいなというのが今年僕らが考えているところですね。なのであれですよ、
なんですよ。G 空間情報プラットフォームは僕らが取ったデータを置く一つの重要なプラットフォームになるので、そうですね。もうアクセス可能ですもんね、はい、あ、そうですね。おかげさまで11月の、3日か、G 空間エキスポの初日に開設のシンポジウムをしましたの で、ね、はい、今は G 空間情報センターというふうに言っています、はい、プラットフォームは、総務省の、まあ、ある意味では実証の事業として2年前から開発をしていたので、それがめでたく G 空間情報センターですね。はい、URL は https のジオスペーシャル JP と非常にシンプルになりましたけども、これで解説をしています。Cカンベース、Cカン、そうですね。ただやっぱりジオスペーシャルデータ、地理情報を扱うあのプラットフォームというかポータルになるので、まあもちろんデータ置き場にはなる機能はあるんですけども、こうプレビュー、地図上にウェブマップ上にプレビューするとかが非常に実は苦心というかですね、開発者の皆さんにご苦労いただいたところで、まあ、Cカンベースになってるんですけど、相当実は手を入れているというところがポイントになってますね。オリジナルな、そうですね。実際ドローンバードが撮影したデータをこれから登録して見れるようになってくると、使いたい人はデータセットを検索すると、今現状400、約500件のデータが登録されていて、左側に有料のもの、無料のものいっぱいカテゴライズされていて、で重要なのは、あとはそうですね、あのライセンスでもちろん、今まだクリエイティブコモンズのいわゆる CC BY のものは、まああの政府系のオープンデータに限ってるんですけど、まあこういうライセンスから選ぶやり方と、あとあの組織というですね概念もあるので、今は結構その内閣府の中央防災会議がそのモデルとして作ったようなデータをたくさんあの登録させていただいているので、上位に上がってくるんですけど、例えばこれにドローンバードとかももちろん組織として登録されていくと、あの増えていくのかな。なるほど。わあ、今組織クリックするとこれだけ、結構そうですね、いろんな組織が今データを入れ始めていて、まあもちろんあのこのセンターの売りとしては、無償のいわゆるオープンデータだけではなくて、民間の有償データも、ここからもうあの場合によってはクレジットカードで決済に変えてしまうというですね、結構面白い取り組みでもあるので、今までやっぱりいろんな会社さんとこう話というかですね、あのどういうふうに売ってらっしゃるのかっていうのを聞いたときに、結構その対面販売、僕も実際あのデータ買ったこともかつてあるんですけども、結構営業の方が研究室とかの大学に来られて、こう対面で契約をしていくというですね、やり方やっぱ圧倒的に多いらしくて、こういうこと自体もそういう意味では一種のチャレンジになってるのかなと思いますね。これ実際に優勝のものをクリックすると価格まで出てくるんですね。あ、出ますね、はい、実際あのそうですね、説明ページにもいくらっていうふうに単純価格で出てるものもあるし、選んでいく中で合計金額が出ていくものもありますね。これもあの会社さんによってまあ料金の付け方は違いますけども、あのまあ社内で利用するのか、その公開してウェブマップで利用するのかって若干やっぱり値段が違ったりとかですね、価格感が結構勉強になりますね。でここはもう本当にそういう意味では包み隠さず料金が出ているので比較もできてしまう。そうですね、はい、ですね。じゃあこの前つい先ほど、はい、僕らも組織登録しましたので、そのうちここに出てくるわけです。そうですね。クライスマッパージャパンとして、はい、まあ、登録が完了すれば、はい、出てくると思いますし。いや、ちょっとちゃんと。やっぱり今僕らは取ったデータをまず GitHub に載せて、GitHub 経由でダウンロードしてください。で、その後ある程度処理されたものが OpenARL マップに載っけていくっていう形のプロセスを今踏みつつあるので、それとここのこのプラットフォーム連携をどうやってやっていくか迷ったり、今年きちんとこう実際ちゃんと入ってますよってことを結構やっぱり聞かれるので、でどこで見れるんですかって言われて、まあインターネット上に公開するんだけど、なかなか GitHub って言っても通じないので、やっぱこういうプラットフォームが一方であるっていうことってすごく存在感が大きいね。でここはやっぱりあのいろんな地理空間情報を重ね合わせてプレビューできるというのも、まああのもちろん優勝データについては買ったデータではなくてこうサンプルで売ってある置いてあるようなこういう確認用のデータにはなるんですけども、今までこうやっぱ買わないと
データそもそも見られないとか、まあ、航空写真とかでもなんかそういうことは多かったんですけど、これを合わせて見られるようになるっていうのがこの特徴かなと思いますね。そっか、で今あのもう CS リタイズも出てるんです。そうですね、静岡、静岡これが結構あの多分認知度として大きいのかなと思ってありがたいことにいろいろダウンロードしていただいてるようですね。なるほど。CS リタイズは今多分ちょっとダウンロードしないと見られない状態になってるらしいんですけど、でも静岡、ね、ほぼ東側は伊豆半島含めて全域があるそうですね。なるほど。これでメッシュを1個選んでダウンロードすると ZIP ファイルで出てくると、はい、出てくると。なるほど。あ、これダウンロード、あ、いけた、はい、これでもういきなり410でかいので確保いただければと思います。まあ、100から400メガぐらいとはいう話でしたね。これ実際、はい、今後僕らが取ったデータは JPEG みたいなファイルでは、はい、JPEG だったり、うんうん、GOTIF だったりっていう形で起こっておくことができて、はい、タイルの場合って今後どうなっていくか、はい、あ、そうですね、あの現状はそのタイル化された、あ、内部でですね、まあ、変換をして、まあ、タイル化できたデータについてはタイル配信みたいな形も一部やり始めているんですけども、あのそういう意味で技術的にもう今、ね、そういう意味ではまあ、WMS とかの OGC の標準規格はもちろんですけど、タイルの需要って結構増えてくると思うので、はい、タイルもできるだけそのプレビュー画面からもう逆に言うとできるだけ見えるようにはしていきたいなという話はしていますね。現状タイルのデータをここに登録するとすると、はい、この説明のところにタイルの URL を書いておいて、ね、実際には、はい、実タイルは別なところに、はい、別のサーバーに置いておいてみたいなやり方が一番現実的、ね、はい、そうですね。ただあのまとめてもその地域でガバッと例えば滞留があるんであれば、はい、ちょっとセンターの方に多分ご相談をいただくような形で、まあ、でセンターのクラウドに一括しておくっていうこともありえるのかなと思います。わかりました、はいはい、あ、いいですね。なんかリアルタイムで聞きながらあ、でもそうですね、問い合わせ の、まあ、はい、あのメールベースにはなるんですが、はい、フォームとかもあるのでそこは聞いていただければ。わかりました。と思います。URL だけですね。ジオスペース、あ、そうですね。貼っときましょう。よいしょ。で今の優勝データもその企業さんの名前いくつか並んでいますけれども、はい、あれで実は全てではないというか、あのお問い合わせとかを多分ね、うん、いただいていろいろこれから増やしていったりとか、あの商品どうしますかというようなこともあるので、あの、これで締め切りましたというレベルでは全然ないということで、これからまだまだ増えていくし、そうですね、はい、ご興味がある方は、はい、ぜひライセンスも今はクリエイティブコモンズ、もう CC バイと NC がついたものと、はい、まだどんどん増えていくわけですね。そうですね、はい、これはもうその都度対応していこうかないのかなと思っていて、これハイブリッドライセンスみたいなのって今後あり得る、はい、あり得るんですね。例えばクリエイティブコモンズライセンスでかつオープンスマップでもトレースできるって、一応厳密に言うと OSM のライセンスとクリエイティブコモンズライセンスは互換性はないので、はい、別途 OSM でも使っていいですよっていうのがあると安心して使えるというか、はい、そうですね、というところになると、現状はCC BY で登録しておいて、はい、説明欄のところに OSM でもトレースしていいですよみたいな書き方をすれば、うんうん、まずは使えて、まあそうですね、で今後その辺の使い勝手はいろいろリクエスト出しながらみたいな感じで変わっていくんですかね。今のところ入った時にですよね、どれかっていう感じですよね。まあ今多分そのプラットフォームの使用上1個のライセンスを選択しないと登録は多分できないはずなんですけども、うん、まあ、今の多分基準だとライセンスがまあなんでしょうね、厳しい方にちょっと多分寄せてね登録をしとくのかと思いますけど、おっしゃるようにこういう目的であれば利用できますとか、まあ企業さんのデータの場合はっていうのは、あの災害時に使えるか使えないかって話もありますよね。ネクストビューライセンスもするので、そこは使用許諾の説明欄に書いていただくっていう形かなと思います。いよいよですね、うん、本当にそうですね、始まってドキドキですけども、あとはやっぱりこうそういうオンラインで、まあ、クラウド上で空間データを買うっていうカルチャー自体がまだ馴染みが多分一般的にはないと思うので、そういうところもやっぱ実績を作っていきたいなと思いますね。カメラが下に向けて下に向けて喋りながら、よし、はい、はい。
こんな感じで、こんな感じですね、はい、センターが立ち上がりましたって話ですね。あと、あ、ちょっと電源借りまして、はい、あ、どうぞ、バッテリーが危ない、はい、あとはイベント系、ね、今年あれですよ、 SOTM、 そうです、ステートオブザマップ、インターナショナルのカンファレンスがまた日本に帰ってくるということが決まりました、うんうん、で、場所は会津若松、若松、はい、のメンバーがすごく頑張りましたね、8月の17ぐらいでしたっけ、お盆のちょっと後ぐらいですね、そうですね、はい、今年、はい、あのフォス 4G インターナショナルカンファレンスボストン、ボストン、そうですね、だいぶ前に決まった、それがちょうど実は日本のお盆の期間に重なってしまうということで、ボストンに行くか、はい、会津に行くか、ただ、日程的には一応、はい、ね、外れているはずなので、いやちょっと久々に運営メンバー的にはもうどっちかになかなかリソースを割かないと、そうです、ね、うん、ここ数年、あ、18から20、18から20ですね、フォス 4G が14から19だから、はい、ね、日付で言うともう本当にうまくちょっと、はい、ずれてはいるんだけど、うん、移動時間考えるとどこかしらこう我慢しないといけないので、まあ、どこの運営主体にコミットするかということで少し変わってきそうですね、まあ、実際フォス 4G はあの後半の2日間ぐらいは、ね、うん、あのコードスプリントはい、とかをやられるはずなので、メインのカンファレンスはこのうちの、ね、2日か3日ぐらい後半ですよね、の間 で後半の最後の日まではやらないはずなので、この19ってこ最後のコードスプリットも含めてですかね、じゃないかなとは思いますけどね。なるほど、そうすると18で終わればギリギリ飛んで帰ってくれば間に合う、間に合うと、日本側の受け入れ体制も前にプレイベントあんまり入れないで、はい、うんうん、なるべくポストイベント的な感じでちょっとうまく後ろにずらせば両方参加しやすくはなるかなぐらいな感じですかね、はい、そうですね、リチャード・ストローマン、そうなんですよ、すごい今回キーノートで僕は一番グッときたのがついに来ましたか、この大御所が、へえ、加山さんとぜひ並んでほしいですねなんかこのすごいですね、まあ、やっぱり MIT があるボストンですからね、開催されるっていうところが、そうですよね、ポイントですね、あれじゃないですか、多分、はい、オープンレアーズ開発してたクリス・シュミットとか、ボストン出身とか、まあ、本拠地ですよね、彼も今グーグル行っちゃいました、面白いですよね、いや、やっぱボストン行きたいですね、いいですね、うん、CDO のマサチューセッツ州の CDO の方ですね、いやーチーフデジタルオフィサー、そして安定のポールランド、ね、ポールは外せない、立場が今度カルトっていう、またまあ、いろんな意味で、うん、いや面白い、これはやっぱ行きたいですね、そうですね、盆以上に目は、はい、目は離せない、なので今年の皆さん夏休みは、はい、ホス 4G、 ホス 4G、 ボステ、そしてマジでステートオブザマップ会津若松のこうはしごがどれだけできるかですね、お盆に家族の目を気にしながらどうやって、まあ、スケジュールを組むか、うん、楽しみですね、ぜひ日本の皆さんはやっぱりぜひ会津に、そうですね、18から20ですね、ですね、ちょうどいい時期でありますね、はい、これでいうとフォス 4G、うん、ボストン、17、はい、あと大きなイベント今年はなんか位置情報系 SOTM 決まり、はい、ホス 4G インターナショナルなの、去年 ICCM やったので今年はないはず、はい、ですか、2年に1回なので、うんうん、ないと思いますね、あと大きなのは、はい、確定してる話だとそのぐらいかな、はい、そうですね、まだまだそれからですよね、年度が明けてないので日程が本決まりになってるものって多分ちょっと少ないのかなと思いますね、そうですね、あとはそうですね、ちょっとあのアカデミックな方にはなってしまうんですけども、はい、屋内即位の国際学会で一番大きなあの IPIN っていう
カンファレンスがあるんですが、それがあの今年日本の、北海道大学で実は予定をされていて、なるほど、9月の18から21ほう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 、あ、それですね、はい、本当だ、インドアポジショニング&インドアナビゲーション、はい、これも結構そうですね、あの IEEE がオーガナイズングしてるので、うんうん、学会のその何て言うんでしょうね、レベルというか、そのなんだろう、規模としては非常に大きな学会になりますね。なるほど。セプテンバー、はい、8月9月9月結構固まりますね。忙しいですね。意外とこの時期に、夏休みだと油断してた、意外とこの時期に固まるのではないかと。そうですね。最近あと僕はあれですね、こうスマートシティとかでやっぱりそういう系もちょっとこうプロジェクトにもそうですし、まあ関心的にも分かり始めてはいるんですけど、結構それもヨーロッパとか、オースティンの方とかでもそのワールドエクスポとかが頻繁にされていて、やっぱ同じぐらいの時期なので、こうそういう系にも興味がある、あのね、うまく広げられたらなと思ってますね。そうですね、夏をうまく切り抜けて、うんうん、あと秋どういうふうに仕掛けていくか。ここにまだ今スケジュールが発表されてないのだと、はい、僕らの方だと、SOTM アジア、うんうんうん、今年いつどこでやるかっていうのがまだ正式には決まってないので、なんとなく、まあ、去年マニラでやりまして、うんうん、この流れは次ネパールかみたいな雰囲気があるんですけど、やっぱりそこのちょっと調整も含めて、うんうん、正式にはこれから発表だと思って、うんうん、多分その8月9月をうまく避けるようにするのか、うんうん、はいですね、あとあれ今度もうすぐホスフォージアジア、はい、ああインドインドでしたっけ、はい、これちょっと僕らは免許先生が行く感じ、おそらくですよね、そうかなと思いますね。なんかあんまりこの年度末に日本人動きにくいという、1月26、29ですもん、ハイデラバード。おー、あ、もうあっという間ですね。あっという間なんですよ。26って10日後ぐらいですね。そうです、もう全然僕全然お手伝いできてないんですけど、一応ちゃんと JP ロゴ入ってますので、そうプログラム。プログラムは大体決まったんですかね。ザマリオープンデータキットとか書いてますね。オープンデータキット、細かな、すごいシンプルな説明が、うんうん、あ、ズープロジェクトから、なるほど、ズーから、うん、ですね、3日間。インドはきっとあれですね、決まった途端ドドドッという情報がいきなり出てくる、ね、これからなんかこの数週2週間ぐらいが一気に話が、でもベンカー先生の顔が出てこない、出てこない、意外になんかどこになんか裏方で相当ワークショップもやるし、そうですね、イベントはなんか結構はい10個ぐらいなんか入ってたりしますね。なるほど、あ、結構ありますね、6、7、8、9時数、うん、ということでお近くに、はい、インドの近くに、ね、年度末仕事がある程度余力のあるって、うん、ぜひあれですよ、今インド、はい、ファブラボ、アジアネットワークのカンファレンスもインドでやってますので、ファブラボに行って、うんうん、あとそのままお掃除っていう流れは僕の興味の幅に入ってるんで、すごいインド行きたかったんですけど、いかんせんこの時期はこの時期、そうですね、定期試験とかね、まあ、まさにこれが入試も始まりますから、ね、そうですよね、すいません無理で、はい、今年は残念な時期は無理ですという感じで、はい、じゃあ大体そうですね、イベント関係はこんな感じですかね、ですかね、まあ
ということで、また来週も瀬戸さん授業、はい、来週が最終回回ですね。なるほど。でその次は試験なので、はい、なので、続きをまた来週と、はい、そうですね、いうことで、はい、まずは Facebook ライブの使い方がだんだん分かってきたと来週できるか来週できるかどうか分かんないけどとりあえず、この感じでまた引き続き、ジョジョウエスト、はい、友引きじゃないと、等々含めて青山学院大学相模原キャンパスから、古橋とアセトでお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。もうちょっと練習します。よし、これで終了する。はい。あ、でも誰か見てる。誰か見てる。誰だ。すごいですね。Facebook のあ、そうか、メッセージで。なんとなくこう。ライブが配信されてますって出たんでしょうね。配信終了、録画終了。